皆さんこんこにちは幸彦ですえ今日はですね、えー、甘美なし肺炎は高齢者の友と題しましてお話をいたします。え今回ですね、工学者の武田邦彦先生は、まあ、出色の存在でしたね。まあ、出色というのはあの出る色と書きましたね、まあ、特別に優れたという意味ですけども、 えー、武田先生はですねコロナ禍にににあってもう本当に積極的に発信をされておられてらます、えー、武田さんの情報発信のプラットフォームは地上波テレビでもなく、えー、新聞でもなく、まあ、ネットでありましたね現役世代であれば、うん、いろんな関係者にですね気を使う必要があります、えー、後期高齢者の武田さんに恐れるものは何もない 地上波テレビのプロデューサー、スポンサー、大学関係者、気兼ねをする存在から解放された武田先生の言論はですね、まあ、学問的聖者、まあ、こういった議論を超越してですね、まあ、痛快でありましたね、えー、武田さんの大方言は、人々に元気を与えるものだったと思います私の知人でですね、病院にお勤めの方がいらっしゃいまして、あるとき私に電話がございました。 コロナ禍の職場、精神的にもう限界です、もうどうしたらいいものか、まあ、そんなですね、ちょっと悩んだあ内容のものでした、医療に関して、も、ど素人の私に何一つ返す言葉はございませんでした、まあ、口から出た言葉はですね、まあ、仏法心理のほかに、まあ、ネットで武田邦彦先生の話を聞いてみてよ、まあ、元気が出ると思うよ、まあ、こういうのが精一杯。 まするとですね、後日、彼から電話がございました。武田先生の話、とても元気が出ました。ね、おかげさまでなんとかやってます。ありがとうございました。まあ、こういった電話を頂戴したんですね。まあ、その後ですね、まあ、なか危機らしきものはございましたけれども、彼は、まあ、そういった試練を乗り越えですね、職務を全うしておられます。 まああはたから見た、私,からですね、<laughs> 私は見ていたんですが、本当に、まあ、医療関係者は大変でございましたね、はいそう思います。さてですね、まあ、例えばテレビニュースはこんな感じで言いますね、A さんは新型コロナに感染して死亡した、去年〇〇歳 この〇〇歳に相当するのは、まあ、今回ですね、まあ、平均寿命あたりの年齢だと思いますね。まあ、武田先生に言わせれば、ですね、A さんの死は新型コロナ感染死ではない。A さんは天寿を全うしたんだ。たまたまコロナ感染に引導を渡,らす渡されたんだ。渡されただけと。まあ、それががん、まあ、でもよかったんだ。心不全でもよかったんだ。何でもよかったんだ。 人間はですね、健康のままでは、元気はつらつのままでは、残念ながらあのように旅立てません。何らかの病気に印導を渡してもらわないと旅立てないというんですね。まあ、その通りだと思います。天寿を全うして旅立ったとなれば、本当にこれはおめでたいこと。えー、今年ですね、亡くなった方はその点、本当に不幸であったと思います。誰にも見とられれることなくお別れを を告げることもできずあっという間に焼かれ葬式で縁あった人々に見送られることもありませんでした武田先生はおっしゃるんですね今回新型コロナ感染で肺炎になって亡くなった方の平均年齢を見ると通常の自然死の年齢より年齢の平均よりですね高齢であったとおっしゃるんですねだから今年新型コロナ感染死の方の方が 長寿でであったというんですね、うんまあ、このようにですね世に言う新型コロナ感染による死亡というのは主に肺炎でお亡くなりになったということだと思いますね。今度はですね武田先生とは違い自らが新型コロナに感染し、まあ、中度の肺炎にかかってですね、まあ、運よく生還した国際医療福祉大学大学院教授の 武藤正樹先生に登場ししていただきましょう武藤教授はですねあの短くはありますが自らの体験をブログに記しておられます今年ですね3月のことなんですね新型コロナに感染し発熱肺炎となりました以下はですね武藤,先生武藤教授のブログからの引用を引用でございます 呼吸困難はないのだが発熱のため意識は朦朧食欲も全くなく新型コロナ肺炎の強烈さを身をもって体験した病室で熱に浮かされながら頭の中を駆け巡ったのが肺炎は老人の友であるというフレーズだこの言葉はカナダ生まれの医学教育者でアメリカで活躍したウィリアム・オスラー 1989年生まれ1919年死亡の言葉だオスラーによれば肺炎は高齢者の友であるこの急性に進行し苦しむことのない病気によって高齢者は苦痛から逃れられるというんですね熱に浮かされながらまさにその通りだと思った 確かにこのまま肺炎が進行しても死ぬのはまるで怖くもないし苦痛でもないと思った理由の一つは二酸化炭素ナルコーシスだ肺炎で肺の酸素と二酸化炭素のガス交換機能が低下するすると二酸化炭素が血中に増えてくるこの二酸化炭素は麻薬作用があって夢見心地の気分をもたらしてくれるのだ 肺炎は老人の友というのは神様が最後に準備してくれた二酸化炭素ナルコーシスというプレゼントのことだと思った以上がイオンなんですけれども武藤教授はですね、まあ、このように甘美な死を予感したわけなんですね甘美な誘惑のまどろみの中であのように言ったかもしれないんですね運良く生還した武藤教授は 甘美な誘惑を肯定しかけた自分を、まあ、反省されてはおられました、まあ、人間悟っていればどっちに転んでも幸せ全ての肉体的苦痛から解放され極楽に行くも幸せ地上に帰って修行の場を与えられることも幸せ、まあ、だから悟りを求めることこそ一番大事なことねえそんなことを思いましたね えー、武藤教授、武田教授ともに物の譜でいらっしゃるんですね。え以、ー、下、えー、にですね、えー、新型コロナウイルス肺炎体験記、えー、武藤教授のブログ、リンクを貼っておきました。あ、ぜひお読みいただければと思います。今日は以上でございます。ありがとうございました。